行けおら、ね、そうだけどもハイネルです。ハコさんです。ミキーです。リプテンです。俺が最初って違和感しかねえ。いやいや今回画面がね俺とネルさん違うから。さあということで今回ねノーマルのあノーマルではございますがプラントに行きました。おお、じゃあ振る舞いで来て死んでいく。ノーマルの方のエピソード2はねクリアできてないので、はい、この後ちょっとネルさんが頑張ってちょっと一人でここまで来てもらって今回これを進めていきたいと思います。思います。あおい、ただただ眠かったよ。でも頑張ったからね。まあまあまあ、実況会の方でね結構みんな成長はしてね、あー、この山部が作れ、フローエンの体験と解放者のディスコも、このマップか、いいですね。このマップか、ちょっとめんどくさいルートになるぞ。しょうがないよ、頑張っていくしかないじゃないか。バンバン行こう。行くぞい。俺はアイテムボックス解放を。リフジン、ねえ、引っかかってんだけど、あの人。俺がおとりになる。引っかかったんじゃない、引っかかったんだ。お、倒れない。これに引っかかってる。よし、頑張行くぞ。俺らベリハイっていいところを今ノーマルに来てるからね。うん、まあ仕方ないですよ。でもフローエンでボッコボコやられるんだぜ、俺だどうせ。大丈夫、俺もフローエンだから。俺多分死ぬ。一撃の重さよ。もう俺はまあ避けられるから。いや、まあ、あれはね、避け方講座。あ、気合い。何根性。あのね、あいつが攻撃してくるね、利き手側と反対側にいれば大体当たらない。あ、そうなの。うん、ビーム、ゴンブとビームも頑張れば当たらない。飲んでる、レジンゴ。あ、ゾア先生。ゾア先生はね、足元の水辺が映ってる場所だとね、足元に映るからね、すごい分かりやすいっていうことが分かった。かわいそうだね。あ、来た。犬ワンワン、ドライブアンワン、ゾア。そっちにいない。いない。どっちか。あ、どこ行った。あ、後ろ。うわ、2匹いる。いくら超えたぜ。行っていいぜ。消えて、お、あ、近い。えい、やっさー。逃がさんか。よいしょ。こいつが出てくる瞬間で、ロックガン光るからね、青く。ワンワンを。いいんじゃん。黒まだ使ってねえ。一人でね、そのやった時にね、ブーマの黒が出ましてですね、ブーマの右腕、右腕、右手、右手、右手だね。そう、それが手に入ったんで、ちょっとミチに今渡してるんですけど、ブーマ殴る前に飛ばされてる。あとデルセーバーの盾をモノメートで出ます。いや、カスタムを切り替えないと。俺1時だからね。そうね、お眠の時間ですよ。そうなの、お眠なわけだけどね、行っちゃうかみたいな話になってね。で、そう、やっちゃおっかっていう話になって、そうなわけ、やってるんだけど、ちょっと俺ね、目半分死んでんだよ。ハコさんのちょっとビンタ一発くらいは目覚めるんじゃないか。パッチェーンよ。ビンタよりも耳の穴にね、指を突っ込むのが一番。そしたら頭皮に指突っ込むじゃん。頭皮に、ちっちゃいちっちゃい頭皮に。やらしてくれないから。いや、それはもう飽きた。俺一切攻撃してないから。俺もうあいつに関しては一切攻撃しないで、もうこいつボコボコにする。座って目かかってこい。痛い。やるじゃん。俺の方が強いぞって感じ。後ろにもう一体。ああ、やっちゃうけんな。まあ、そういうもう一体出て、なんで後ろに出てきちゃったんだろう。任せとき。ヨルイムってなんで後ろにちょうど攻撃してるとこに出てきちゃったんだ。まとめてできた。車線上に入っちゃったアホ。はい、次。はい、次。はい、や、もう16分かかってんだ。場所が分かんないからほぼ行ったね。うん、結局行ったね。はい、じゃあまた次です。はい。こいつ今、ワンセットでした。こっちも終わりですよ。手伝うよ。オッケー、行ってきまーす。いや、この斧強えわ。ダークスいいね。手に入れてよかったね。いやーもうね、敵キャラ溶けてくる。左にしてるから、ほんと溶けてくる。ドーン。レコンが、レコンが、レコンが。レコンが見てます。ビリビリビリ、俺より浮いてるって言うの。あいつの痛い。あいつめっちゃ飛ぶやん。あのね、このね、なんかアゲハチョウみたいなやついんじゃん。あいつさ、魔法全然効かねえんだ。回れま。オッケー。ディメート落ちるよ。ディメート落とされた。うん、ごめんね、さん見てなかった。そう、攻撃中だよ。あ、奥にガがいる。ハヨミ、ハヨミ、俺あのガ殺してくるわ。ネルさん、左にもいるよ。危ねえ。ガ攻撃中。あいつ待って、ガ、固めね。ガ、終わった、こっち。よかった、やっと出れたよ。俺がこいつを殺す。どんだ。でいっか。ホイヤが効くね、ガモ。
間違えたんだよ、なんか場所からね、分からなかったんだよ。分かんない、いていいです。何起きちゃったっけ。あれだあれだ、こいつ凍ったところを見たことが、へえ、いや、なんか見たことねえ気がして。じゃあこのプラントの無理やり凍らせよう。ナイス。まさに僕の職業。あ、メイトです。左側にキノコ、キノコじゃない、キノコ？メスか。フォートナイトのエースじゃないか。わからなくはないんだよ。俺フォートナイトこの後やろうかな。あーあー、三体、三体。はい、あ、ごめん、俺の画面もう。すでに120人出た。は？は？コタ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 。64。俺の後ろにいる赤いのが。なんで？逃げました。どこだ？で、目の前で。あれ消えた。俺の後ろ。あ、素手で殺しちゃったぜ。次50いくじゃない。弱攻撃で550。 50? 強攻撃で120。プラントの爆発さ、早くね。タコさん、こっちに来た方がいいよ。いや、ちょっと待って、連打するわ。ちょっと待って、行く前にみんな Y を押してもらっていいかな。 Y? 強くなるから。行くよ、行けです。みんな強くなっていいと。なるほど。それでも出てくるのネビさん、かわいいんだよね。うん、俺がいるもん。OK、 素晴らしい。真っ暗、真っ暗、真っ暗。待って、回復させるから一回戻って。めっちゃオノメット使っちゃったんだけど。あれ使っちゃった。めっちゃ真っ暗。あれ俺向き間違えてる。これ前出ると敵が出るわ。これ場所間違えてるわ。朝がつくのそんなに。これボタン押して明るくする。あ、ごめん。あー、ここ、ここだってあなたは覚えない。ないね。あなたがやってって言ったら先がここだから。あ、やばい、俺帰れねえ。もう半分ぐらいだっけ。誰か、俺帰れないよ。どうしよう。え、やれるだろ、殺せ。やばいやばいやばい。ちょっと待って、モノメートレンダー。ちょっと待ってくれ、何触ってんだ。D4E 放たれるんだろう。こっちはこっちで何がどうなっとるんじゃ。イカ祭り大感謝さん。やった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 。ほえ、5、6発。イカ祭り。はぁ、もう痛い。お前ら焼き石にしてるの。ゴッタン、よし、OK。ホール。1、2、3、4、5。すいません。あれ、すごい。あ、お前バカ。入ってください。これね、毒なんだよ、この部屋、確か。何これ、ディメイト落ちてる。もうちょいだね。この浸水さ、マジでさ、アンドロイド入っていいのかねってぐらいの浸水さなんだよ。海水なんだよね。大丈夫かよ。錆びるぞ。3体。あ、ここはどこだ。ここはどこだ。食らわんよ、そんなに。食らったよ。見たよ、場所違った。リフテンのところ見て、階段だ、よっしゃ、入った。氷、私だ。違ったよ。私だ。まだ開いてない。どこ見せんじゅん。あと、あ、違うわ。いいか、いいか。あ、違う、犬もいる。犬俺に任せろ、行ってくる。この鳥は、鳥じゃない、この蝶は任せて。トゥエあと任せた。オッケー。いっぱいが終わり。犬割り。犬終わった。アサルト、プラス3。欲しいかな。取れない。え、てか、向き取れんの？取れないよね、絶対。取れないよ。あ、もう、俺取れる、俺取れる。取れないから、いや違う。ただこっちも強いから、めちゃくちゃ。ゴミが回収するわ。もうボスだよ。誰がゴミのことやる？アサルトさん、もう一個落ちちゃう。ん？だからね、ボス手前に行くとね、なんか明るいんだよね。早い、もう30分、15分ぐらい、13、12分ぐらい。着いたー。14分で着いた。じゃあ一旦帰って、まあ映像的にはそのままボス戦に行くとは思う。ケンってこの感じですね。あ、ここで着いた。ね、このボス戦ですよっていう明るさね。うん、じゃあ、ボス戦の、オルガプロに会いに行こう。イエーイ。イエーイ。Let's go。